ドリュー・グラックはアメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルバニア州フィラデルフィア出身。2004年プロレスラーになるために CZW が主催する CZW レスリングアカデミーとチカラが主催するチカラレッスルファクトリーにてトレーニングを開始。2005年4月16日地元であるフィラデルフィアにて CZW と MBA の共同開催されたイベントである サムバディハズ2ペイにて、DJ ハイドとタッグを組んで、メーベンベントリーブラックアウトとハンディキャップマッチで、プロレスラーデビューを果たし、デビュー戦を勝利で飾った。7月より同期のアンディ・サムナーとタッグチーム、チームアンドリューを結成して、タッグ戦線に乗り込み、ブラックアウトや、ニュージャージーオールスターズと構想を繰り広げる。2013年2007年、名実ともに、 名タッグへと成長。9月8日、クリス・キャッシュメモリアル賞にて、CZW 世界タッグ王座を保持する、ブラックアウト、そしてデレック・フレイザーナイルズ・ヤングとの3ウェイタッグマッチの王座戦に挑戦して勝利し、初のタイトルとなるベルトを獲得した。2008年5月10日、ベスト・オブ・ザ・ベスト8に初出場し、準決勝まで進出する活躍を見せ、 7月12日には2度目となる CZW 世界タッグ王座を体感した。2009年サムナーとのタッグを解散してシングルへと転校。2010年4月10日王者であるタイラー・ベリタスに挑戦して勝利し念願のベルトをダッシュ。CZWYRTV 王座を1年間に渡り主し、王座陥落後は CZW と 並行して、ビリオンドレスリングに参戦。CZW では、キャンペーンフォアベターコンバットゾーンなるユニットを結成し、ボムシェルのキンバーリーをマネージャーに従えて、ストーリーラインで活躍。2013年7月13日、CZW 世界ヘビー級王座挑戦権をかけて、トミードリーマーと対戦して勝利したことから天気が訪れ、8月10日、 CZW タングルドウェブ6にて CZW 世界ヘビー級王座を保持するマサダに挑戦して勝利。団体内最高王座を手に入れた。この一件より格が上がり CZW の支えるトップレスラーの一人へと成長。2016年 WWE 主催の WWE クルーザー級クラシックに出場。1回戦はガルシラに勝利も2回戦でザック。 セイバージュニアに敗退。大会後は、WWE205 ライブへ所属する。2019年6月23日、ストッピンググラウンズ2019キコフで、WWE クルーザー級王者のトニー・ニースに、戸沢明とトリプルスレッドマッチ形式の王座戦に、挑戦。終盤に、戸沢がニースにドロップキックで場外に追い出すと隙を、突き、 土沢にトーチャーラックネックブリーカーを決めて勝利。王座を体感した。ありがとうございます。